こんにちは。1分でお答えするショート Q&A です。ホワイトニングの治療期間はどのくらいかかりますかというご質問です。ホワイトニングは、大きく分けてオフィスホワイトニングと、ホームホワイトニングっていうのがあるわけですが、オフィスホワイトニングの方は、簡単に言えば、やってる時間ですね、それを回数を、増やしていくことによって、白さを、何回かに分けて白くしていきます。ホームホワイトニングの方は、簡単に言うとご自宅でやる形なので、そうですね、だいたい3日間ぐらい、30分ぐらいのものを3日間やったらば2週間空けてまたやる、そのぐらいの期間で、やらせていただいているっていうところです。やればやるほどどちらも白くなっていきますし、特にあのホームホワイトニングの方が白さとすればかなり白くなりやすいと思います。オフィスホワイトニングはその分逆に言うと手軽にあのできるというところが利点になってきますので、その辺の大きな違いを使い分けていただければいいかなというふうに思います。本日は以上です。